試合セットプレーからゴールを決めています。チャンスですね。セットプレー得意ですからね。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？アウェー側としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。来た、これはグレイレ、長いボール縦へ、ふわっと裏を狙う。このスルーパスは通りません。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。この柔らかいパス、シュート、触れた。いや、今のは北澤さん、本当によく触りましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ、この場面でスーパーセーブです。ここはキーパー処理しました。ドミンゲス、オリベイ、裏を狙っていきます。大きく縦へ、アギラール仕掛けるか。サイドを縦に走らせます。もういい形ですよ。クロスが上がる。ボールを受けてシュート。来た来た。一点差まで追い詰めます。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど、今日2点目です。1点差に詰め寄りました。あと1点ですよ。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。サイドを使う、上がる、この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。もうラストワンプレー、もしくはツープレーというところでしょうか。スペース出ましたね。いいボールですね。来た、シュート、止めた。いやー、ファインセーブでしたね。いや、いい反応でしたね。よく触りましたね、本当に。このピンチよく防ぎました。交代枠を全て使い切りました。頭シーツ仕込んでくる、決めた。このゲーム終了間際での同点弾、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはセカンドボール狙ってたんでしょうね。ファンブルを予測したポジショニングから見事なゴールと言えますよね。もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。このまま延長に入ってしまいますかね、はい、もう選手たちは相当疲れて、シュート、鉄壁、素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートよく止めましたよね。ファインセーブですね。イメージは
緩いボール、両者譲らず。ここで後半終了の笛。本日の決勝は延長戦に突入します。さあ後半が終了しました。いや、やはり決勝戦ということで、はい、気持ちでは負けないぞっていうところが、お互いのプレーに出てましたし、最後まで途切れませんでしたよね。そうですね、延長戦です。あっという間の30分になるのか、長い30分になるのか、目が離せません。期待してまいりましょう。さあすでにゲームは再開しています。グアダラハーラ、後半で追いつかれています。サンチェス、右サイドを上がっていきます。今狙いましたね。キーパー前へ蹴り出します。サイドのスペースへ走らせる。ここは間合いを取る。おっとこぼれてる。チャンス。さあどこに出してくる。カーテに送ります。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。このパスはキーパーへ。ドルーズボール、ボールを追っていく。スルーパスを出す。これ仕掛けるか。シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。グアダラハーラ、3本目のコーナーになります。行けるか。プレッシャー、これはファールを取られました。イエローカードです。およそ30メートルというところです。右サイドへ振ってスルーパスを出す。足元狙う、防いだ。ここはクリアでピンチを。ここで笛、延長戦を折り返します。激闘を戦い抜いてきた両者、チャンピオンの栄冠に輝くのはどちらのチームなんでしょうか。何かが起こる可能性はまだ十分にあります。さあファイナルステージ、最後の戦いを見てまいりましょう。さあもうプレーは始まっています。最後の15分になるのか、それとも PK 戦にもつれ込むのか、延長後半です。勝負のシーン、シュート、グアダラハーラ、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアする。あと抜ければチャンス。さあカウンターを仕掛けます。来た、かわす、抜けた。さあ勝負、シュートに行くのか。シュート、いやー、いやー、勝ち越し。延長に入っての勝ち越しゴール。今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。1点をリードしてリスタート。アウェー側としてはここまで勝ちを重ねてきたチームですから、やはり大事な局面というのをよく理解してますよね。このボールはカットされます。バリア、アウェー側としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。通るのかこのパス。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。
ペラルタ、ドミンゲス、ハイメバルです。ロングフィードで狙う。もういいですね。クロス、ヘディング、きた、ゲット。このままじゃ終わらない意地の一発。頭で正確に流し込んできました。いいシュートでしたね。セラズ落ち着いて、決着つかず、ここで延長戦終了。そして今大会チャンピオンは PK 戦によって決定されるということになります。さあ、レギュレーションタイムが終了しました。いや、両チームとも本当にここまでよく戦えましたね。はい、これはキーパーの読み勝ち。これはキーパーの読み勝ちでしたよね。今どう読んでくるのか。どうだ、ちょっと読み違えたんですかね。もうこれ外した瞬間からね、もう勝負は見えてきますからね。さあ、これはキーパー見切っていました。完全に読んでた感じですよね。離されるわけにはいきません。どうだ、決まった。2点差をつけられた。これちょっと大きいですね。2ポイント差を追います。コースは、読みは正しかったんですが及びませんでした。読み切りましたね。さあ、引き離すのか。キックの名手、打ち抜く。これで2点差がつきました。ちょっとね、これで厳しくなりましたよね。キッカーがボールを置きます。いや、追い込まれましたね。決めるか。ここでは終わらせません。ちょっと読み違えたんですかね。勝ちの PK ですからね。決めるか。勝者が決まった瞬間です。なんという劇的な幕切れ。長きにわたる戦い、生きるか死ぬか、勝ち抜いてきた勇士たち。覇者を称える瞬間、敗者をねぎらう瞬間です。勇者たちの喜びの表情をご堪能あれ。称えようではありませんか。素晴らしい戦いを。それではまた次の素晴らしき戦いに期待して。実況はジョン・カビラでした。